どうもキモッペです。はい、今日はですね、皆さん関東某所にある竹林に来ております。実はですね、この先私のねいとこが所有している竹林なんですけれども、今回はですね、この竹林にどんな生き物がいるのかっていうのを調べてみたいと思います。っていうのもね、北海道って竹林がないんですよ。あまりこういうね竹が育ってるところがあまり北海道にはなくて、こういう感じの場所にどういう生き物が住んでるかっていうのキモペ知らないんですよね。でね、もう例えばもうほらこれ目の前にこれ土ボコってなってるとこあるでしょ。これはね、モグラがね土を掘り進んだ跡なんですよね。で、例えば北海道にはモグラなんかもいませんし、サルだとかイノシシなんかもいないんですね。じゃあこの関東某所の竹林にはどんな生き物がいるのか、それをね、この自動撮影カメラっていうね、ここに赤外線のセンサーがあって、体温を持った動物がこのカメラの目の前を通るとパシャって撮ってくれるんですよね。このね自動撮影カメラちゃんを2週間ぐらいね、この竹林に設置してどんな生き物が映ってるか撮影してみたいと思います。はい、今ね仮設置が完了しましたね。今ねこれを設置すると、だいたいね、こんな感じのイメージで動物が通ったら撮れるんじゃないかなっていう感じです。でね、今日はねちょっと低めに設定しました。ほら僕の腰ぐらいの高さです。なのでメインで考えてるのはタヌキとかキツネが映ればいいなっていう感じなので、タヌキとかキツネだったらちょうどいいぐらいの目線になると思うんですよね。でこれからねちょっとモーションテストをしていきます。はい、モーションテストですね。はい、今これモーションテストしてるんですけど、この赤いのがついてるってことは、ここに動物が通った時に撮影できるよっていう赤外線が飛んでることを表してます。ちょっとじゃあ試してみましょうか。今ねこっち側にほら外れると今つかないでしょ。でこっち側に動物が歩いてきたよってなると動きを感知して、こんな感じでつくんですね。で、このモーションテストで確かめるのは、どのぐらいの範囲が撮影できてるかってことです。はい、今ね、ここはね、動いてもね、赤いセンサーがつかないんですよ。で、ここ、1、2、3歩、4歩、5歩。ここで今、つきましたね。ほら、今ついてるの分かります？これ。だから、だいたいあそこからね、ここまでだと、どんぐらいだろうな。6メートルくらいかな。6メートルくらいで反応し始めるって感じですね。で、横の幅を調べてみると、横結構ね、幅広いんですよね。ほら、ここでもね、今ね、チカチカつくんですよ。でここから、このね、笹やぶ、竹やぶの中から、動物が出てくるっていうのを仮定すると、ここでつきましたね。道に出てきたらモーションセンサーつくっていう感じですね、イメージ的に。はい、これでねモーションセンサーの範囲っていうのはここら辺からここら辺のところは映るよっていうのが分かったので、これでとりあえず OK です。で最後にモーションテスト OK で、こんな感じで撮れるよっていうのが分かるので、あとはねこれを設置して、じゃあ撮影できるかどうか待ってみたいと思います。はい、最初に現れたのは猫さんですね。この白黒の猫さん、これからも何度か現れるので、ぜひ覚えておいてください。でね、ここで簡単に画面の見方の説明をします。
まず左上の方に書いてあるのが動物の名前ですね。で、左下の方に気温と右に日付っていう風に書いてあります。気温の方は今これがだいたいこのカメラがある状態で3度ぐらいだよっていう風に表していて、右側の方の日付、まず2022年の1月2日 PM 3時51分なので午後の3時51分という感じになっています。まあね、このぐらいの時間にこんな動物がここにいたんだっていう風に感じてもらえればっていう風に思います。タヌキはね、本州でも結構メジャーな動物の一つです。北海道とはちょっとだけ種類が違います。カップルですかね、追いかけてきました。はい、皆さんご存知、アライグマはもともと日本にいなかった外来生物という動物になっています。タヌキと結構背格好似てるんですけれども、なんかお面みたいな顔をしてるのが特徴です。あとね、尻尾に白い輪っかがたくさんついてるのが特徴です。これはね、何も動物映ってないんですけれども、やっぱりなんか夜の竹林って怖いですね。はい、これはハクビシンのファミリーですね。体が大きい個体が大人です。で、ちょっとだけね、体が小さいの子供ですね。でももうほとんど成長して大人と同じぐらいの大きさになっています。このアライグマはトイレをしていますね。これはマーキングといって、自分たちの縄張りを主張するための行動でもあります。動物にとってはですね、結構うんちだとかおしっこというのが大切な役割があったりするんですね。2時間後に別のアライグマが来ました。やはりちょっと匂いが気になるみたいです。ここ数日はこの白黒の猫ちゃんいっつも撮れてましたね。意外と皆さんが飼ってる猫ちゃんも大冒険してたりするのかもしれないですね。
白黒の猫ちゃん、おしっこしましたね。これは、他の動物と同じようにマーキングです。ここは私の縄張りだよっていう感じに主張してるっていうことですね。このチャンネルは北海道を中心に皆さんが知らない自然や歴史、ローカルスポットまで様々な角度から北海道を皆さんと一緒に探っていくことを目的としています。動画を見ることで皆さんがもっともっと北海道を好きになってもらえるよう頑張りますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。